釣れるじゃん。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は長野県の平谷村にあります平谷港フィッシングスポットさんという管理釣り場でフライフィッシングを楽しんできました。こちらのフィッシングスポットさんはルアーフィッシングも餌釣りもこのようにフライフィッシングもさまざまな釣り方で楽しめるフィッシングスポットとなっております。今回私が入場しているのはフライフィッシングとそれからルアーフィッシングの両方が楽しめるエリアで釣りをさせていただいています。午前と午後券の、2種類ありますけども、今回は1日券を投資券で購入しました。今回使用したタックルなんですけども、フライフィッシングにおいては普通のルアーとかですね、竿、普通の餌釣り用の竿とちょっと表記の仕方とかが基準とかがちょっと違いまして、独特の呼び方や基準があります。私は今回は9フィートの5番手というタイプのものを使用しております。ラインも5番ラインということになります。その先にリーダーとしてですね、フロロカーボンラインを2メートル弱ぐらいですかね、そちらの方をですね 1.5 号ですかね、 1.5 号とか 1.2 号とかのフロロカーボンラインを直結して使っています。その先に、ビーズヘッドもしくはその重りのついたフライをですねつけて釣るようにしています。多少ですね沈めて使った方が反応が良かったので沈めるようなフライで釣ったりしています。後半ですねドライフライでも釣れたりしました。ライズがあればドライフライで簡単に釣ることができます。こんな感じでですね、一日中釣れて楽しめますので、皆さんもいかがでしょうか。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。Dick.